10cm ネーベルベルファー3 5とは第二次世界大戦でドイツ国防軍が使用した化学兵器専用の迫撃砲である。ネーベルエルとは霧を意味するドイツ語で軍事用語に転じて煙幕のことである。つまりネーベルベルファーとは煙幕発射器という意味でこれは化学兵器を使用することを秘匿するための偽装である。ネーベルベルファーといった場合には 多連装ロケットランチャーを指すことが多いが、元の意味は、円幕発射機で40型までは迫撃砲で41型からは、ロケットランチャーになっている。通常の戦闘は8センチメートル SGRW34 で十分であり、アメリカ軍の M207 ミ、mm、リメートル迫撃砲のように、重迫撃砲として運用するにも、 威力や射程距離で 12cmGRW42 に劣る中途半端な性能であったため、陸軍のネーベルトルペンでは1941年以降、ロケット砲に置き換えられた。その後は、空軍地上部隊に譲渡され、通常の迫撃砲として使用された。もともと初めから、陸軍の毒ガス投射機は、ロケット砲が本命視されており、本砲は再軍備に合わせた間に合わせの、 化学戦装備という側面が大きく、そのためか、ネーベルベルファーといった場合は後に実用化された、ロケットランチャー式のみが知られるようになってしまっている。ありがとうございます。